はい、ズキです。本日は月が撮れるスマートフォン P30 Pro とその他のフラッグシップスマートフォン Galaxy S10 Plus や Xperia 1 iPhone XS Max、 そして国内では10倍ハイブリッドズームの先輩端末、こちら OPPO リノ10倍ズームとの写真および動画対決比較検証編をお送りします。その前にスマホカバーとディスプレイ保護フィルムを購入しましたのでつけていきます。ツイッターの方ではすでにつぶやいてるんですが、間違ってこちら P30 無印用のケースを購入してしまいました。はい、クリアケースですね。つけてみようとしたところ、このように大きさに結構な違いがあることが分かりました。現在俺たちのグーシムセラーこと OCN モバイル1ではタックル価格セールとして P30 無印の端末価格が 31,800円、税込みだと 34,340円、音声 SIM セットなのでもろもろ合算すると 48,000円前後で購入できますので、時間に余裕ができればぜひ P30 無印についてもレビューしたいと思います。そして P30 Pro 用に買い直したのがこちらです。アズワンとでいいのかな、保護カバー、 PC ハードカバー、超薄型、指紋防止、スクラッチ耐性、ボーダレス、ベアメタル感、ブルーです。色はレッドとブラックの3色展開となっています。5つのレビューがあって、すべて星5つと若干怪しい感じがしますが、つけてみましょう。サイドは保護しないタイプのケースですね。 P30 Pro のエッジを考えてこのような仕様にしているものと思われます。装着、本当にブルーで P30 Pro のこの綺麗なグラディエーションは全く目立たなくなります。できたらこの辺もカバーしてほしいところですが、エッジの使いやすさを考えるとこのような形状がいいのかもしれません。リングもついています。リングはこの部分ですね、このように取り付けることができます。スマホリングの代わりにするには少し長い気がしますので、完全なストラップと考えた方がいいかもしれません。そして画面保護フィルムはユアロップマスクと呼べばいいんでしょうかね。貼り付け動画をご参考にしてくださいというふうに書いてありますが、見ないで貼っちゃいましょう。出た、水かな、水のタイプかな。スマホをオフにして付属のスプレーで両手をたっぷりウェットさせると、水をつけて水を切るタイプですね。エッジの部分は 1.5 時間ぐらい経ってスマホの表面に完全ドライした後、指で押して貼り付けてくださいとなっています。結構エッジ部分が剥がれてきちゃうんですよね。付属品とフィルムは2枚用意されています。そして配合フィルムもついてました。貼り付けてみましょう。ディスプレイ指紋認証については、はい、問題なく作動します。登録してない指だと ダメですね。そして最後にこちら、アウトカメラのレンズ保護フィルムです。これまで結構アウトカメラの保護フィルムは買ってはいるんですけど、貼らずにそのままになってしまうケースが多いですが、今日貼っていっちゃいましょう。どうやら同じものが3枚入っていました。はい、ということで写真動画比較に移りたいと思いますが、今回は月をテーマにしています。そのおめでしかとご老次郎。
CS10 プラス Xperia 1。 P プロ 1080p 10倍対9。P30Pro1080p 全画面。はい、いかがだったでしょうか。月を撮影するという点については P30 Pro が圧倒的だったと思います。開封レビューの動画では、月の撮影について何か設定やカスタマイズをしているんですかというご質問を多くいただいたんですが、全く設定をいじらずデフォルトのままそのまま50倍にして手持ちで撮ったものです。この状態で一旦撮影し、そのまま50倍にして撮影しました。逆に夜間の撮影ではデフォルトの設定では明るすぎると感じる写真もありましたので、そのあたりは設定をもう少しいじる必要もあると思います。また動画の手ブレ補正については、やはり Xperia 1が素晴らしく、次いで OPPO Reno 10倍ズーム、 P30 Pro は Galaxy S10 Plus とどっこいと私は感じましたが、皆さんはどう感じられたでしょうか。ぜひコメント欄までお願いします。ということで、まだまだ P30 Pro いろいろいじっていきたいと思います。ちょうどファーウェイの次期フラッグシップモデル Mate 30 Pro、 Mate 30シリーズの発表もあったんですが、どうやら OS は Android 10ベースながら Google Play、 Play Store はインストールされてないようなので、もしかしたらこの P30 Pro が日本で発売される最後のファーウェイ製品になる可能性もあるかと思います。そのあたりも引き続きウォッチして動画等でご報告できればと思っておりますので、ご興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いします。
ということで、このチャンネルでは主にスマートフォンを中心とした様々なガジェットについて、少し真面目な検証からちょっとふざけた実験的なことまでやっております。毎週平日の月曜日夜8時半からは YouTube ライブ、ライブ配信もしていますので、お時間がある方はぜひご参加ください。本日もご視聴ありがとうございました。ではまた。